皆さんおはようございます。昨日の大雨、一転しまして今日は非常に、観光客にとっては観光日和になりました。で明日のオスプレイの反対の集会も、延期になりまして、おそらく8月いっぱいは、できないんじゃないかなというふうに思っております。今日は急遽緊急セミナーということで今回私沖縄に帰ってくるのに、いろんな行事がこれからあるんですけれども、皆様に沖縄の方にできるだけ今の現状自分が把握している分だけを何でもお伝えしたいということで、開催をさせていただきました。急な開催なので動員は無理だよという声もあったんですけれども、今日、ちょうどいい感じで席もいっぱいになりまして本当にありがとうございます。ちょっとそこで資料がちょっと足んなくなってお渡しするのちょっと遅れて大変申し訳ありませんです。では、今日はもう特に、何も形式決まった形っていうよりはもうざっくばらんにやっていきたいというふうに思っておりますので、今日はもう司会もなしに全部自分でワンマンショーでやらせていただきます。はい、ではまずは国歌斉唱をしたいと思います。ご起立をお願いいたします。ご着席ください。はい、今日お手元の資料の、メインの資料ですね、横書きの資料、沖縄対策本部緊急セミナーと書いているこちらを中心にお話をさせていただきたいと思います。こちらお手元あります。ちょっとない方をお渡ししますので、スクリーンの方をご覧ください。で今日ちょっと中途半端なんですが12時半までの予定で、マイク入ってます。12時半までの予定で、やるんですけれども、ちょっとどこまで喋れるか分かりませんので言い忘れのないように最初に結論だけを、列挙しております。今オスプレイの配備反対で、やっておりますけれども、今沖縄のマスコミというものは、この環境を流れると私たちはもう目も塞がれ耳も塞がれ、もう実際は、目くらつんぼ、状態になっているというふうに感じております。よく北朝鮮の人たちとかもう情報がこう全部統制をされてかわいそうだななんて思ってるんですが、この沖縄のマスコミ環境客観的に見ると北朝鮮の人たちをかわいそうに思ってる場合ではなくって、それと対して変わらないぐらい情報がねじ曲げられているというふうに感じております。でも私こういう活動を始めてから、中国の新聞よく見るんですね。それも、日本語に訳されたものもありますし、日本語に訳されているのは中国語の報道もあります。で外国からの情報ってものは大体共同通信の配信で来るんですけども、もう配信した段階で完全にもうねじ曲がっていることがよくあるんですね。そういった意味で今本当は沖縄県民が一番知らないのはこの結論の一番最初、中国の尖閣領有の主張もうこれはもうきっかけに過ぎず、すでに沖縄は中国に属しているんだよということを中国のマスコミでは堂々と言っていると、これを知らなくしては全ての判断がもう間違ってしまうということで、これが一番大事なことだと思います。これの同意に言っているという証拠を後ほど見せたいというふうに思っております。でこの沖縄、今日ここにお集まりの皆様は沖縄の新聞琉球新報沖縄タイムス、これが、そのまま信用していいと思っている方はおそらく いないというふうに思っております。そこまではみんな、分かるんですが、じゃあなんで沖縄のマスコミはこういうふうになったのと、なんでこんなデタラメの新聞になったのと、これが分からないと本当の問題の本質というのはなかなか、見えてきません。
沖縄は、まあ、シナ、中国の、まあ、日本侵略の拠点であり、反米反日親中工作が行われているんだよということが、これがどういうふうに行われているかということを体系的に把握しておく必要があるというふうに思います。これの一つの、理由ではあるんですけども、3番目、まあ、沖縄の祖国復帰協議会の復帰運動、1960年に沖縄祖国復帰協議会というのができて、日の丸掲揚運動をやって祖国復帰運動を、始めました。その祖国復帰協議会の運動の実態というのは、実は沖縄県民の日本に戻りたいというこの愛国心をうまく利用した安保闘争、60年代の安保闘争は70年安保ですので、東京の安保闘争をやっている連中と沖縄の祖国復帰協議会をやっている方はもう完全に一致しているグルだったということ、これが一番大事な沖縄の、歴史で、近代史、戦後史で一番騙されているところかなというふうに思います。で、4番目、沖縄のマスコミはもう中国共産党の反米反日親中の工作機関紙等を出していると、これは見れば見るだけ本当日本人の新聞じゃないなというふうに最近つくづく、感じます。テポドンが発射しても、なぜか北朝鮮を擁護して PAC-3 の配備を非難中傷すると、どこの国の新聞なんですかというふうに、普通に国会意識、日本人としての意識のある人だったら、異常さが分かるような内容を、ここ数年間、書いております。で、最後に、じゃあこの今そういう国難、マスコミの扇動の中であるんですけれども、何をしなければいけないのというと、まあ、沖縄のマスコミを正常化しない限り、沖縄日本の未来はないよと、このマスコミとの戦い、これは本当に始めないといけないのかなというふうに思っております。そして、沖縄から国防強化の声を上げない限り、沖縄の日本の未来はないというふうに、ちょっとネガティブな表現をしておりますが、まあ、何が何でも沖縄のマスコミのこの全体主義的な、大戦抑制会的なですね、もうこれ以外は許さんというような、そういうものを打ち破って、沖縄から国防の声を、これから、まあ、5年10年じゃなくてもっと急いで上げていかないと。ちょっとマイクちっちゃく感じますか、大丈夫ですか、なんか大丈夫ですか、 なんか音量が下がったような感じしますが、大丈夫ですかね、思って、おります、はい。一応以上が今日の話の、要点です。で、ここ今年に入ってから尖閣問題、まず歴史に入る前で、今の今年に入ってからの中国の動きの報道をちょっと説明をしたいというふうに思っております。今年に入ってから中国の方では尖閣諸島を革新的利益だという表現を始めました。これは日本人には馴染みのない表現でありますが、革新というのは核兵器の核ですね、で、心、革新的利益ということを中国はよく使いますが、今までは台湾、ウイグル、チベット、この辺あたりを中国の革新的利益だというような表現をしておりました。これはどういうことかというと、武力を使ってでも自分の領土だから絶対譲らないよと、これは、まあ、日本語の用語を言えば、まあ、絶対防衛権というんでしょうかね、ここまでは絶対譲らないと、そういう固い決意のもと使われている用語です。で、3月7日、こちらで、まあ、インターネットを調べておりまして、爆弾発言がありました。この右上の方に映っている、中国の軍人ですが、これは今後名前を覚えておいた方がいいと思います。ラエン少将という方ですね。ラエン少将、この方が3月7日にちょうど中国の全人代が、ラエン少将という方ですけれども、かなり過激な、発言をする軍人、現役の少将ですね。この方が、爆弾発言をしております。尖閣諸島に関して、軍事的に私は軍事行動の必要性を要求します。それは我らの当初であるからには、我らは我らの主権を行使します。私たちの主権とは何ですか。我々は釣り魚島、中国では釣り魚島って言いますね、の主権を宣言することができるのです。我らは軍事演習を行う必要があります。ここは我々の軍事演習区なのです。尖閣諸島がもう中国のもう軍事演習区にするべきだと。誰かが上陸する場合、悪い結果を引き起こしたとしても、それは彼自身のことです。これは今後、まあ、この人の言い分がもし通るなら、都庁が
調査のために上陸するよというときには、悪い結果を引き起こしたとしてもそれはあなたたちのせいですよと、我々はこれ一つの才能を体現していると感じる。我々の真の主権は、私に属している。また我々の軍用機軍艦については適切なタイミングで魚釣島付近へ到着する必要があると、だからパトロールを行うというようなことを言っております。これの、1分少々の動画ですが、ちょっとダウンロードしたのが、あります。另外在军事上我也要有必要的这个军事行动，既然是我的这个岛礁，那么我们就要行使我们的主权。我们的主权是什么？我可以宣布钓鱼岛，在钓鱼岛和钓鱼岛附近我们要进行军事演习，这是我们一个军事演习区，有人如果要登岛造成的后果由他来自负。これ今書いてますが、日本が上陸を実行するなら中国は、軍事的手段を取る、可能性があると、必要があるというようなことを、まあ、下の字幕の方で書いております。我觉得这个才能体现我们真正的主权归属。另外我的军机军舰也要适时的到钓鱼岛附近去进行 巡逻。所以在这方面呢，我觉得我们是有很多智慧的。はい、今の結構爆弾発言なんですね。こういうのが全然日本のメディアでは、出てこないということです。これがまた今年の7月になったらエスカレートをしております。このラエン少将が、魚釣島を、まあ、きっちり守るための六大戦略というのを発表をしております。これ、一つ目行政存在と、なんか6つの存在を持つことで魚釣島の主権、中国の主権をしっかり守るというようなことを言っております。この魚釣島の、町を設置、これを、中国の言葉で言うと、中国台湾、こちらですね、宜蘭県の台湾の宜蘭県の魚釣島鎮という名前で町のことですね、これを、設置をするということです。これが、一つ目ですね。これが一番爆弾発言ですね。これと同じようなことを実は3月の段階で、南沙諸島の方でやっております。今ニュース詳しくご覧の方は、三沙市南沙東沙西沙ってあるんですかね、南シナ海に、これを3つの沙ってことで三沙市というのを、実際に設置をしております。これは実は、先ほどの3月の上旬あたりにこの同じラエン少将がそうするべきだと、南沙諸島に対する五大戦略、こちら六大戦略ですが、五大戦略を発表して、6月の下旬には三沙市を本当に設置しました。そして今は、なんか軍事監視エリアとかまでも、やっております。ということは彼がこういうことを提案を発表したら、数ヶ月後には中国政府の方が認めて実際に現実のものになっているわけですね。この計算からこの同じ流れでいくとしたら、この7月に発表しましたので10月とか11月ぐらいには、中国政府の方は、台湾の宜蘭県魚釣鎮というのを設置するという発表する可能性がもうあると、いうことです。これは、怖い問題です。で2番目が法律の存在、珊瑚礁で、なんか了解が不明確なところがあるのできっちり、やるべきだと。そして3番目、先ほどの3月に発表したことと同じことを言っております。3番目、軍事存在だと。私は釣魚島とその付近の海域を軍事演習区として提案をしますというようなことを言っております。4番目、国家海岸警衛隊を作ると。これちょっと漢字変換ミス、設立の間違いです。ちょっと変な意味の分からない字になってますが、国家海岸警衛隊を設立。で5番目、釣魚島企業開発集団を設立する。企業開発グループを作って、何をやるかというと、石油の開発、それから漁業、観光、これらの企業集団を作って徹底的に、開発をすると。で6番目は、世論戦ですかね。で6番目の存在は世論であるということで、国際的な世論を中国の方に有利の方に持っていくというようなことを、言って、おります。
でこれ以外にもあと2つ、最近の新しい資料を、この縦書きの方、2つお渡しておりますが、ちょっと配布、間に合わないかな。じゃあこちらは今資料をこれから配布しますので、後ほどちょっとまた改めて説明させていただきます。でこれが新しい状況ですね、こういう中国の方ではこんだけもう沖縄県民が知らなければいけないようなことをガン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 言ってるにもかかわらず全く情報が、来ません。じゃあ日本の、この沖縄の状況というのはどういうふうに、置かれているかというのをこのマスコミの報道に見るこの沖縄問題というところをちょっと、自分なりにまとめてみました。まず左側の方、まあ、新聞では沖縄のことが東京にいてもニュースに載らない日がないぐらい必ず今載って、おります、米軍基地問題、それから、歴史教科書検定問題、尖閣の問題、もろもろありますが、これ私東京でいつも言ってるんですが、沖縄問題っていうのは沖縄問題じゃないですよと。沖縄問題って言われているものがあるんだけども、結局はどれ一つをとっても日本の国家の主権、国家の基本に関わる問題なんですよと。沖縄のローカルの問題だと思ったら大きな失敗しますよというようなことを言っております。米軍基地問題っていうのはもう日本の国家安全保障の一番大事なところです。その要の沖縄の米軍基地問題っていうのは日本の安全保障を揺るがしますよと。沖縄の簡単な反対というもので済まされるものじゃありませんと。歴史教科書問題、これも、甘く見ちゃいけないですよと。この沖縄で言っている歴史教科書問題はよく東京の方ではこれは自虐史観だと、日本人の自虐史観だと、これは日本人のこの GHQ によって背骨を抜かれちゃったと、だからこの自虐史観を直さないといけないというふうによく言われているんですが、私はそれは見方が甘いですよというようなことを言っております。この沖縄の集団自決の軍命があったという話は、これは同じ日本人が沖縄で、米軍と国を守るために一緒に戦ったわけですね。沖縄は、若い学徒隊も命を懸けて、日本を守るために命を、落としました。そして本土の方は特攻隊の方がたくさん、沖縄に集結した軍艦に向かって、たくさん散ってたわけですね。一緒に戦ったわけです。それにもかかわらずなぜか沖縄の方は被害者、本土の方は加害者という歴史観をやっているのがこの歴史教科書の集団自決があったという問題なんですね。これは自虐史観という生優しいものではなくて、これは日本民族の分断工作だと、民族分断工作だということを言っております。だからこの民族分断工作にどう戦うかという観点でこの問題を取り組まないと、失敗しますよと。ですので東京神奈川で行く方者、いわゆる正当な自虐史観じゃない教科書ですね、これが採択をされるのと沖縄で採択されるのは1000倍1万倍意味が違いますよと。同じエネルギーを割くんだったら沖縄で育放射、不要者のものが採択されると採択の人たちはこの民族分断工作ができなくなっちゃうわけですね。だからこれは、国家の基本を揺るがす大きな問題ですよというようなことを言っております。で尖閣問題に関してはこれは国家の主権ですので、当然もう日本国全体の問題ということで政府が中心になって当然、取り込んでおります。ただ尖閣を取られると尖閣を中心に彼らが、EEZ、200海里をやるともう沖縄石垣も入るんですね、この EEZ の。ですので国境が中間線になっちゃいます。尖閣諸島と沖縄本島の間が中間線、尖閣諸島と石垣島の間が中間線というふうに国際的にもし彼らが取っちゃったらやっちゃうわけですね。そうすると日本の安全保障なんか成り立たないです。ですので尖閣諸島をもし、まあ、無人島だからいいんじゃないなんてたまにバカな人は言いますけども、そういうことをやったら、第7艦隊が東シナ海に入ったりとか朝鮮半島の近くに行ったりするのもなかなか自由にできなくなりますので、東アジアの安全保障をもう米軍が自由に動けなくなるという大変な事態になります。でその大きな大きな問題ですというのが今マスコミに出てくる問題ですね。で米軍基地問題というのは結局何なんですかというと、これは反米工作のことですよと。この反米工作は誰がやってるかというと、
中共、中華人民共和国と北朝鮮がやっております。この辺はまたおいおい説明いたします。で、反日工作を誰がやっているか、これは最初にやったのはアメリカの心理戦部隊ですね。米国の 民政府の心理戦部隊が、実は沖縄タイムスを作ったのも米軍ですね。米軍が鉄の暴風とか大江健三郎のそういう、あることないこと自虐者を書いておりますが、それをやったのは米軍です。それを復帰前から、中国の方が、中国共産党の方がパクったということですね。で、今全くマスコミの方で問題になってませんが、とってもとても怖い問題が、親中工作と、琉球独立工作というのが、あります。で、こういったさまざまな工作を仕掛けて、安保闘争、反米工作で米軍を撤去して、反日工作で、沖縄と日本をいわゆる民族分断をして引き離して、親中工作で精神的にも経済的にも中国とのべったりのようなものをすると。そしてもう一つ、沖縄県民も知らないところで琉球人民は独立をやってる、運動をやってるんだということを中国の方で、報道をしております。そしてその結果、沖縄が徐々に中国の属国になって、その延長線上で日本は中国の属国になるという流れを、作っております。これの、今の彼らの突破口が実は尖閣諸島の、問題だということです。縦側の資料ってお配り終わりました？一部いただけますか？今やった、ここまでは説明できませんが、それぞれの反日工作、反米工作、それぞれ歴史的にどんなことがあったかというのを細かく書いております。後で、ぜひ、ご覧いただきたいというふうに思います。このこちらの縦側の資料をこちら、ご覧ください。ですね、まあ、2種類ありまして、最初は、尖閣はきっかけに過ぎない、ついに沖縄の主権を主張し始めた中国というのが、あります。これは、ちょっとこちらもニュースが、こういうニュースがあります。こちらもちょっと動画をご覧いただきたいと思います。中国属地日本经此湖已经县。これは7月新しいの7月18日のニュースです。こちらの方には日本語訳を書いておりますので、ちょっと岛问题上的博弈似乎已经陷入僵局，眼看钓鱼岛问题已经成为一个。これ右上の方に書いてあるのは釣り魚島、琉球はこれ、この問題の突破点と。此前却有学者提出钓鱼岛并非无解，琉球正是解决钓鱼。今書いてあるのが琉球、これは一番最適な釣り魚島問題の解決の突破口であると。これなかなか意味がすぐに分かる方はそういないと思います。尖閣諸島問題を解決するのは沖縄が、沖縄が琉球が突破口だっていうふうに言ってるわけですね。岛问题的突破口，只要解决了琉球群岛的归属，钓鱼岛问题必然迎刃而解。那么，琉球群岛和钓鱼岛到底是什么关系？作为第一岛链的重要组成部分，琉球在美日亚太布局上到底有多重要？中国一旦主张琉球群岛归属，必将引发美日反弹。中国该怎么打好琉球这张牌呢？七月十二号，国防大学战略研究所所长金一南少将在接受《人民日报》旗下网站采访时提出，在钓鱼岛问题上，中方应该。これは魚釣島問題はもっと大きな範囲から着手するべきであると。この魚釣島、尖閣諸島だけの問題だけじゃなくて、もっと大きな範囲でやるべきだと。で、右上の方ですね、この金一蘭という少将ですかね、この魚釣島問題はもっと大きな範囲から着手するべきであると。琉球軍隊、琉球軍島の主権の、問題があって、琉球軍島は中国の属地だから日本は、退散するべきであると、日本は出てけということをこの人が言っております。これを今、これ右側、法もこれフェニックス TV という、香港に
拠点を置くテレビなんですが、香港だけのテレビじゃなくて香港を中心に、全世界の中華圏の方に発信しているニュースで、なんかユーザーが何億人いるとかっていうふうに、調べると書いておりますので、まあ、多くの中国人がこれを本当だと思って見ているということです。これ今書いてますね、琉球群島は中国の属地で日本は、出てくべきだということを言っております。ちょっと、どういうことを言ってるかというと、日本から見れば魚釣島を失うことは小事であると、ただし琉球を失うことは大事、大きなこと、琉球の、日本は琉球の主権を、主張するんだけども、魚釣島を解決する一つの中国の策略になることができますと、日本は、中国と魚釣島の話でまずは、争うことを彼らは要求してくるけれども、その一つの彼らが言っている根拠は、これ変な理論なんですよ、釣り魚島は琉球群島に属することであると、尖閣諸島は沖縄のもんでしょと、琉球に属してますでしょと、ところがこの琉球というのの、主権が国際法的に成り立たなくなると、尖閣諸島の主権 もう根拠はなくなるでしょというようなことを言っております。だから尖閣諸島問題を解決するためには、日本の沖縄に対する、沖縄の日本の帰属、これを根拠をなくせば全部問題は解決するよと、信じられないこと言ってるんですかね。これの続きの、動画がこちらですね。琉球群島是太平洋的一系列岛屿，位于台湾岛与日本九州岛之间，绵延1100多公里。日本主张钓鱼岛主权的根据，就是所谓钓鱼岛属于琉球群岛。事实上，琉球群岛处于日本。これ今琉球群島は事実上、日本の信託統治下にあるということで、信託、日本の植民、沖縄は日本の植民地だって言ってるわけですね。托管之下，但主权并不属于日本。太平洋战争期间，美军在琉球群岛。これ太平洋戦争の時に、こう美軍って書いてます。これ米軍のこと。米軍は琉球群島の上陸作戦をしました。实施登陆战，在中国收。中国の代わりに琉球群島の統治権を取り返しました。中国の代わりに米軍が沖縄の統治権を中国の代わりに取り返したって言ってるんですね。回琉球群島の統治権。然而在1971年6月、美国违反泰卢宣言的规定。ところが1971年6月、沖縄返還協定で、いわゆるこれちょっと変なんですよ。サンフランシスコ講和条約って書いてあるんですが、これ本当沖縄返還協定。でこれちょっと言ってることを間違ってるんですが、いわゆるこの日本と、条約を交わしたと。再次与日本签订所谓的美日旧金山合约，将琉球群岛治岛权交给日本，这遭到琉球。で日本政府に、沖縄返還協定で日本に管理権を、施政権を日本に渡したって言ってるわけですね。これ本当は逆ですよね。沖縄が米軍統治下の時に日本は、潜在主権は日本にあって、その管理権のみをアメリカに渡したんですけど、これ逆を言ってるわけです。で本来は彼らの言ってるのは、本来は琉球っていうのは独立した国で中国のものであったんだけども、戦争に負けて代わりに、中国の代わりに日本から施政権を取り返して、そして、それを勝手に日米が条約を交わして日本に管理権を渡したと。だから潜在主権は日本にないよということを今言ってるわけです。でこれで、琉球人の、一斉蜂起に遭遇をしたと。この一斉蜂起というのは何のことを言ってるかというと、1972年の5月15日に沖縄が復帰したときに、市民会館で、復帰の式典をやってたんですが、その日は大雨で外に沖縄処分抗議集会となってたんですね。
中に集まっている人よりも外で抗議している人の方が全然多かったんですね。それのことを今、一斉蜂起が起きたよとに遭遇しましたと。その根拠は、第8条ポツダム宣言の第8条に、ありますと。これはもうなんとなく何を言ってるかっていうのはちょっと中国語ですがイメージ湧くと思うんですが、法律上沖縄は中国に属する、主権は中国に属するということをこれ堂々とテレビ番組でこうやって書いております。最後の方は、沖縄の 40% は日本人じゃないと自分のことを言ってますよと。これは琉球大学の林仙中っていう教授が、電話アンケートを1800件取って、その結果沖縄県民の 40% は私は琉球人であって日本人でないというふうに回答したよというようなことを言っております。この林仙中の、アイデンティティ調査というのはよくいろんなところで中国も使ってますし、で日本人もどっか間違って使うことがあるんですね。でおそらく日本人ですか沖縄人ですかという聞き方をですね、推測するとあなたはヤマトン中ですかウチナン中ですかって聞くわけですね。でウチナンですかウチナン中ですかヤマトン中ですかって聞かれたらウチナン中ですって答えますが、このウチナン中沖縄人琉球人ってなってるわけですね。でヤマトン中ですかヤマトン中じゃないですかって言ったら、いや私ヤマトン中じゃない、あじゃあ日本人じゃないってなってというようなアンケートの取り方をやってるんじゃないかなという、このウチナン中とか沖縄人とかそれの言葉を定義を、いいようにねじ曲げながら、今彼らが言っている沖縄県民の 75% は独立を望んでいるというふうに中国では報道しています。 75% は独立を望んでいるというようなことを言っております。でもう一つ琉球独立工作というのの今報道が尖閣諸島の衝突事件以降中国の方ではかなり報道をしております。こちらはですね、今同じ資料のこちらの方、ちょっと縦で画像と大事なところの要点を抜き出しております。これはまたもう一つ、もう一人、元、中国の日本問題専門家と言われている唐順風という方がいますが、この方の発言はかなり過激なんですけれども、2010年ぐらいから過激なことを言ってますが、大体今その通りに中国の人民日報も報道をし始めております。これは環球時報の日本の真相という政治討論番組です。これタイトルなんですが、日本の真相、系列4、シリーズ4で、この一番下がびっくりテーマなんですね、琉球独立運動の背景というテーマです。琉球独立運動の背景、琉球独立運動があるとかないとかじゃないです。琉球独立運動がもうすでにあるとして、その背景は何なのかということを解説してみましょうという番組です。いきなりこれ今日の見どころという今日の要点ですが、こちらにびっくりするようなことを書いております。まあ後でお手元の資料にもそちら日本語訳書いておりますので、ご覧ください。日本は犯罪の歴史をすべて覆い隠している。かつて琉球大虐殺があったと。これ日本軍が琉球人を大虐殺したよと。じゃあ何名殺したんですかと。27万人殺したって言ってるんですね。実は27万人、日本軍は
沖縄戦が負けそうになると、ああこの沖縄も手放さないといけないと思ったら27万人殺して帰っていったということを言っております。それを隠していると。で、琉球経済は立ち遅れている。日本は米軍の存在を言い訳にしている。琉球独立は5年から10年の間に実現する。米国は琉球の管理権のみを日本に与えたと。いろんな人がいろんなことを言ってるんですが、この中国の報道のすごいところは、いろんなこと人がいろんなことをデタラメに言ってるようなんですが、かなり整合性が取れてるんですね。先ほども管理権がどうのこうのってありましたが、この方は米国は琉球の管理権のみを日本に与えたと。これ沖縄返還協定の時に管理権のみを与えたんだよということを言っております。近日，商务部日本问题研究专家唐春风先生在《环球时报》发表了题为《中国应支持琉球独立运动》的文章。文章中提出，琉球的独立斗争已不单是琉球的问题，而是全世界要如何去解放。これが琉球独立運動だって言ってるんですね。これハングル語が出てくるんだけど、なぜか琉球独立運動。これハングル語。これは分かります。あそこ教科書検定の集会、これ琉球独立運動が起きてるって言ってますね。これも右側に教科書検定ってありますが、これ琉球独立の旗がありますので、これ琉球独立運動だっていうふうに報道をしております。これ誰が挙げてるか、と言いますと、あのかりゆしクラブの屋良長介が。かりゆしクラブってご存知でしょうか。琉球独立党っていう2008年に知事選に出て4000票ぐらいで大惨敗したチンドン屋みたいな政治家がいた、あさとの交差点の方に事務所まだありますかね、あさとの交差点のとこに、あるんですけども、その潜り込んだ動画も見つけました。この普天間集会とかあると彼は潜り込むんですね。琉球独立、これがおととしの普天間の、これ普天間の反対集会ですね。これ右の方から変なの出てきますから見ててください。私は旧政権時代を沖縄の自立ということ全然関係のない普天間反対集会で琉球独立って旗を掲げて潜り込んでるわけですね。これ顔もよく見えますか、屋良長介の顔が出てきますか。おそらくこういうことやってる時の後ろで写真撮ってる方がいて、それを中国に渡して琉球独立運動が盛んですよと。こういうので、あの沖縄ではもう琉球独立運動があっちでもこっちでも盛んだよというようなことを流してるわけです。琉球撒在外东海的一串珍珠，成为中国大陆沿海的天然屏障。琉球啊，自古以来就是中华民族法家庭富有，当时叫做琉球国的部分。もう少しびっくりするような字が出てきます。二战以后，每一个大大小小的反抗政党，我都跟他定了一个年表。这个呢，实际上全世界的日本在琉球。こうやってなんか中国語で喋って沖縄であると、なんか沖縄が中国みたくなぜか見えてくるんですよね。これも琉球独立運動だって言ってるわけです。これも琉球独立運動在未来的五到十年里一定能。これ、なんか読めますでしょうか。琉球は古来から中華民族の一員ですと書いてあるわけです。これ そんなバカなって言いたいですが、こういうのを報道しながら日本政府はまだ何も中国に文句は言ってないですよね。これ中国でどん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 、あ、琉球は古来から中国の一員だって言われて、みんなそうだと思ってるわけです。そして、その結果、この こっちの方できますね。その結果、
どういうことを彼らは言っているかというと、中国は琉球独立運動を支持し民族解放を強調する必要があると、沖縄県民は日本に植民地支配をされて虐待をされていると、彼らを解放してあげなければいけないと。で、琉球独立を支持する4大理由ありますと。一つは、日本は第二次大戦で投降したのは事実であり、それを覆すことはできないと。日本は戦争に負けたんだから沖縄はちゃんと手放せよと、あなたたちはポツダム宣言を受諾したんだろうということを言っております。で、日本ではかつて琉球の大虐殺があり大衆の支持を得ていないと、だから琉球の独立を支持するんだと。で、日本は琉球に対して植民地統治を実施し、世界はそれを容認していません。現在でも琉球人の 75% が独立を支持しているということを言っているわけです。結論、中国は琉球独立を支持するサポートする責任がありますと言っております。これは、何を言っているかというのは、それもものすごく怖い話ですね。で、この琉球独立運動と尖閣問題、全然関係のないような感じがしますが、実はかなり関係、彼らは立体的にやってきているなと思うのが、つい最近、お手元の資料、7月29日の人民日報をですね、こちら、尖閣問題を沖縄帰属問題に発展させた、人民日報というのがあります。最初の方に記事の要点を書いておりますが、今度は尖閣諸島が日本のものではない4つの理由ということを人民日報で記事に載っけて書いてます。最近です。尖閣諸島が日本のものでない4つの理由、1つ、サンフランシスコ講和条約は無効であると。サンフランシスコ講和条約は無効である。2番目、尖閣列島は琉球列島ではなく中国に属している。3番目、琉球諸島は日本に属さず、かつて中国の、藩属国だった。で、4番目、ポツダム宣言第8条は、カイロ宣言の条約は履行せられるべく、日本国の主権は本州、北海道、九州、四国、および我らの決定する諸諸島に極限せられるべしと定められており、戦後の日本の版図に琉球は含まれておらず、日本はこれに服さなければいけないというところです。この先ほどの、動画でビデオで流した法理上中国に属するということを、彼ら法理論的にはこのサンフランシスコ講和条約は無効だよとか、ポツダム宣言、カイロ宣言を持ち出しております。これは最初何を言ってんだろうというのが、かなり分かりにくい理論なんですけれども、この横の資料の、8ページ目、こちらに、カイロ宣言、ポツダム宣言、それから日中共同声明を書いております。彼ら日中共同声明については言及はしておりませんが、沖縄が、日本には沖縄の主権はないよというときに、カイロ宣言、ポツダム宣言を必ず出してくるんですね。で、これはおそらく今後、彼らはなんか言い分をいろいろ言ってくるのかなと思うので、これよく知っておかないといけないところかなと思います。ちょっともう、まずカイロ宣言というのがありますが、これは実際国際条約もなくって単なるプレスリリースじゃないかという話も、あります。このカイロ宣言はチャーチル、ルーズベルト、蒋介石が3人で日本の戦後どうするかというのを会談をしたと、カイロで会談をしたと、アフリカに行って会談をしたという話、戦争が終わるちょっと前ですね。で、ここにこういうふうに書いてあると、同盟国の目的は1914年の第一次世界大戦の開始以降に日本国が奪取、奪い取ったまたは占領した太平洋における島を日本から剥奪すること、並びに満州、台湾及び、ここからが大事ですね、蒙古島のような日本国が清国人から投資した、盗み取った全ての地域を中華民国に返還することにあるということを言っております。これはカイロ宣言ですね。こんなカイロ宣言なんか関係ないやんって言いたいんですが、これが日本に関係してくるのはこのポツダム宣言の第8条、ポツダム宣言の第8条です。
日本が戦争負けで降伏してポツダム宣言を受諾しました。この8条にはカイロ宣言の条約は履行されるべきというのがまず書いております。それに続いて日本国の主権は本州北海道及び九州四国並びに我らの決定する諸省等に限らなければならないということを言っております。ポツダム宣言、これ日本は交わしました。これに中華民国はこのポツダム宣言には参加しているんですね。このポツダム宣言はでこれとこれを根拠に彼らは日本沖縄は日本の、属してないよということをだからこの2つだけを取って日本は戦争に負けた現実があるからこれは変えられないよということを言っているわけです。彼の頭の中には実はサンフランシスコ講和条約が入っているわけです。でなぜならば中華民国はサンフランシスコ条約に参加してないんですね。で中華人民共和国も当然参加をしておりません。で彼らにしてみればサンフランシスコ講和条約はポツダム宣言違反だと言ってるわけです。だからポツダム宣言に違反しているサンフランシスコ講和条約は無効であると。でまた難しい理論を持ってきてなんか国連のうんぬんかんぬんとかだから違反だよということを言っております。でこのサンフランシスコ講和条約と沖縄返還協定これはセットなんですね。サンフランシスコ講和条約の第3条で、日本沖縄は米国の信託統治領になりました。で沖縄返還協定で米国はこの3条の権利を全て放棄するとで日本に施政権を返すよというのがありますのでサンフランシスコ講和条約と沖縄返還協定これはセットで無効だよと中国は言っているわけですということをおそらく今いろいろ新聞見てると中国の新聞見てるとこの魚釣島の試験に関してアメリカと日本と中国と三者で会談をしたいというようなことを言っておりますがその時にそういうことを言い始める危険性があるなというふうに思っております。でこのポツダム宣言とカイロ宣言ですけどもこれは中華民国と交わしたわけであって中華人民共和国と交わしてはいないわけですね。だから本来関係ない。中華人民共和国と戦争したことも勝ったことも負けたことも日本はまだないので本来は関係ないんですけれどもそれを関係にしているのがこの、いわゆる日中共同声明と言われているものですね。1972年に田中角栄が中国まで行って結んだ日中共同声明この中に、第3項ですね。ここにこのようなことが書いております。中華人民共和国政府は台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する、日本国政府はこの中華人民共和国政府の立場を十分理解し尊重しポツダム宣言第8条に基づく立場を堅持するとこの立場を堅持するということを日中共同声明には書かれているわけです。まあ、いろんな人がいていやこれは尊重するけど守らなくていいよとかっていうことを言う人もいるんですが、まあ、尊重するとは書いてるわけです。その立場を尊重すると。日本は中国とは戦争してないにもかかわらずこのポツダム宣言を受け入れるということはこれってよくよく考えればこれ敗戦条約じゃんって思っちゃうわけですね。中華人民共和国と戦争してないのにポツダム敗戦の受諾をするというポツダム宣言の立場を中華人民共和国に認めるわけです。だから中国は日本に対して北海道九州四国並びの自分たちが決定するところの領土しかないわけだと戦争負けだからあなたたちは4つの島だけがあなたたちの領土だろうというようなことを今頃言い始めているわけですね。これを今尖閣問題をこの問題にすり替えようとしているわけです。沖縄の帰属問題に今切り替えようとしているわけですというところが非常に、怖いところだなというふうに、思います。はい、ここまでで何か質問ございますでしょうか。ちょっと一方的に話すると頭がだんだんいっぱいになっちゃうかなという。はい、島尻さんどうぞ。活動ですか。ですね、お金の出所はちょっとお金の出所はちょっとわからないですけれども、なんか奥さんが中国人という話を聞いたことはありますが、ネット上で私彼のいろいろ書くと矢野長介は自分のブログに
なんか文句書いて、私は中国とつながってません、あるなら証拠出しなさいってよく向こうに書いてあるんですけれども、彼らはあの中国とも、軍備は必要だというのをなんか認めてるって主張するわけですね。カリシクラブだから無防備平和論ではありませんよと、ロシアと組むこともあり、米国と組むこともあり、日本と組むこともあるよと言っておりますが、ただ旗が彼らに使われているというのは事実なんで、ちょっと分からないですね、まあ、お金の出所は中国から出てるかもしれないし、どっか違うところから捻出してるかもしれないし、そこは分かりません。その狩吉さんの時で、中国の宣伝活動の沖縄での広告塔的な役割をしているところから見ると、その関係者の方からお金をいただいているのではないのかなという、そういう憶測をしてしまうんですね。はい、どこからお金もらっているんですかっていうのを聞いたことはないのか。はい、分かりません、はい、誰かあの事務所に行って聞いてみていただければいいかと思いますが、私もお金がないので欲しいなそれはあの CIA からお金くれないかなとか思いますけどね、わからないんですね。でも奥様は中国人は間違いないし、中国の大学出て優秀な人なんですよ。ああ、そうなんですか。これだから必ず入ってます。ああ、彼らがやってるあのだから T シャツの会社はそんなにうまく運営されてないので、はいはい、子供選挙から運動できるだけお金ないんですよ。なんか給与未払いでも訴えられてるとかっていう話も聞いたことありますね、社員とかなんか。はい、で、まあ今ちょっと現状いろいろ、お話を、いたしました。で、まあ、じゃあいつから沖縄がこうなったかっていうところで一番知らないといけないところが、沖縄の復帰運動っていうのがどういうものだったかと、いうことですけども、これもちょっと10ちょっとビデオがありますので、ちょっとご覧いただきたいと思います。これ敗戦から沖縄の、復帰までのちょっと歴史をまとめたものです。上根山中学校ですかね。これがニミッツ布告というものなんですけども、よく日本は GHQ の配下に置かれたってあるんですけども、本土は GHQ の配下に置かれたんですが、日本はじゃあいつから米軍の配下に置かれたんですかというと、ポツダム宣言じゃないんですね。一応法律的にはこの上陸と同時に布告をニミッツ提督が、太平洋司令官のニミッツ国が布告を出して上陸したんです。このニミッツ布告が沖縄占領のいわゆる根拠となっております。復帰運動の始まりはサンフランシスコ講和条約の、案が発表された時に、このままでは復帰できなくなっちゃうよっていうので署名集めが1950年代にありました。私も見たことないんですが、BN と言われているあのドルを使う前に使ってたお金、72% の署名を集めて、やったらしいです。で、日本沖縄を復帰させてくれってあのダレス全権とか、サンフランシスコ講和条約の全ての全権に出したんですが、残念ながら沖縄から見た場合は講和条約で沖縄は米国の信託統治下に置かれるということが、決まったと。サンフランシスコ講和条約の文言を載っております。ここはちょっと早送りいたします。で、祖国復帰の運動が本格化したのは1960年で、祖国復帰協議会というのが作られました。この発足も全部4月28日、サンフランシスコ講和条約が発行された日、これを全部運動の中心に置いてます。で、こうやって日の丸運動から始まったんですね。
日の丸系運動から始まったんですけれども、これよくよく調べると、この祖国復帰協会の発足メンバーというのには自民党は入ってないんですね。保守系の団体は入ってません。入ってるのは、沖縄人民党、社会大衆党、沖縄社会大衆党、それから、社会党ですね、いわゆる革新の3党が作ったのが祖国復帰協議会です。佐藤総理大臣が、沖縄訪問してから実際に米国との沖縄返還交渉が本格化、してきました。この佐藤総理大臣が現役の総理大臣で、戦後初めて沖縄に入ったと。それまで総理大臣は一度も沖縄に来なかった。ちょっと忘れ去られてたような、状態だったのかなというふうに思います。でこれ懇親会が開かれて、沖縄返還、これをめぐる外交文書が今日一般公開され、当時の佐藤総理大臣が外務省の慎重論を抑えて政治主導でアメリカ側に早期返還を求めた経緯が明らかになりました。沖縄返還に向け、昭和42年11月のジョンソン大統領との会談を控え、交渉の進め方を検討するため有識者も参加した懇談会をその年の8月に発足させました。今回公開された懇談会の資料です。ウィーンの元駐米大使が沖縄のアメリカ軍基地の機能を阻害することは日本の議会からもやるべきではないと述べていました。また外務省は継続的に検討することで合意するよう提言、当時安全保障などの観点から早期返還に慎重な姿勢だったことが分かりました。これに対し懇談会の座長で早稲田大学、この大浜信元先生という方は石垣島出身の早稲田の学長、長い間やられた方で、ちょっと忘れ去られた沖縄の、まあ、忘れ去られてはいないかもしれないですけども、もっともっと本当は検証しないといけない沖縄の偉人かなというふうに思っております。大浜信元氏は、この方が佐藤総理大臣のいわゆる復帰運動、アメリカと返還交渉に関するブレイン役だったんですね。大体大浜信元先生の言う通りに交渉したと。で今言っているのは外務省はもう沖縄なんか今返還されちゃったら安全保障庁はやばいじゃないかと、基地機能低下したらまずいよと、沖縄の復帰なんかとんでもないよというのを政府を言ってたのを、この大浜信元先生がいやそうじゃないよと、今も復帰させなきゃダメだよということを佐藤総理大臣に強く押して、それを採用したというニュースです。一応の復帰の目処だけでも訪米の際には得てきてほしい、返還を求める過熱した世論が抑えられないと主張しています。最終的に佐藤総理大臣が外務省の慎重論を抑えて大浜氏の主張を取り入れ、政治主導で日米首脳会談で早期返還を要求。共同声明には両3年以内に返還の時期につき合意するという日本の主張が盛り込まれました。最初は日の丸を振ってたんですが、佐藤総理大臣が実際に返還要求を、返還交渉を始めて具体化をすると、突然安保闘争に切り替わっちゃったんですね。米軍基地が残った復帰は本当の復帰じゃないと、本当の復帰は米軍基地もなくなって、日米安保もなくなる本当の復帰だよということで、こういう反米闘争を決める国会なんですね。その時の沖縄県民の沖縄の人たちの声も聞かないといけないというので、特別に、何年か前に、特別の国政参加選挙というのをやったんですね。琉球政府時代に国会議員を沖縄から7名選挙をやって選出をして国会に送り込んだわけです。その沖縄選出の国会議員というのは沖縄県民の声を尊重するために入ったわけです。でこのキャン・シンエイという人が、この人は祖国復帰協議会の委員長です。祖国復帰運動の日の丸運動を始めた人の張本人が、
いやいやこんな沖縄返還協定はいらないから反対してくれよと他の本土の議員に言ってるわけです。ああそうですかってなりますよね。でそんなことを許したら復帰できなくなっちゃいますよということで、電話がかかってきたわけです。で沖縄の人がそこまで反対するんだったら、いいんじゃないと。沖縄では反対反対、で国会でも反対と。で沖縄県民は復帰を望んでないというふうになるわけです。でそこで、陳情団が編成をして東京の方にも行ってやったと。で自民党の議員連盟に早期この批准をやってくれよということを通しましたと。状況団は8名ですかね。でその頃の沖縄、ちょうど東京で状況団がデモやったり陳情をやってる頃の沖縄っていうのはものすごく大変な状態だったわけです。完全復帰っていう言葉は本当聞こえはいいんですけども、安保も廃棄して米軍もなくなったのが完全復帰ですよということで、私たちは完全復帰は望んでるんだよと、米軍基地の残った復帰はいらないんだよと。このゼネストが最大のゼネストですね。昭和46年11月10日警察官も一人、棍棒で殴られて海瓶で、火傷して死んだような状態ですね。それの数日後には沖縄返還粉砕ということで東京の方でも警察官が死ぬようなデモをやっていたと。ただ今私たちできたことが内閣委員会の問題であるとおっしゃるんですか。今です私たちどうか何でも口を引っ張っていってるのは結局は、まあ、喋ってるのは多分社会党の議員だと思いますね。しかも責任を持ってない、はい、ですからね、山本さん、これが運命のですね、1971年、11月17日、沖縄返還協定の強行採決なんですね。簡単に復帰できたっていうようにちょっとみんな、全国こういう強行採決があったってことも忘れ去られてるんですが、これ奇跡的な強行採決です。今那覇市民会館で式典が行われていた外ではこんなことやったんです。沖縄諸文教団平和憲法とか、ガンガンデモやってたわけですね。先ほど中国の報道で、一斉放棄があったっていうのは今のこのデモのことを言っております。じゃあ不思議なものはなぜ祖国復帰運動がここまで安保闘争に先導されたのかというところだというふうに思います。これのお手元の資料の6ページ目、これに最近私が見つけた大事な情報があります。1964年の1月26日の中国共産党新聞と書いてありますが、人民日報ですね。人民日報に毛沢東がびっくりするようなことを言っております。これどういうことを言っているかというと、毛沢東が言ったんですよ。
中国人民は固く日本人民の偉大なる愛国闘争を支持するということを毛沢東が言っております。日本の人々が1月26日に開催した大反米デモは偉大なる愛国運動である中国人民を代表して日本の英雄の皆様に敬意を表明します。最近日本では米国に対して大規模な云々とこう細かいことが書いております。これはどういうことかというと、日本で行われていた反米デモの情報がもう翌日には中国の方に届くと、お手元の横書きの資料の6ページ目になりますということです。その中に、全ての米軍基地の撤去要求と米軍部隊、武装部隊の撤退の要求、ここは大事です、日本の領土沖縄の返還要求、日米安全保障条約の廃止等々、全てこれらは日本人民の意思と願望を反映している、中国人民は心から日本の正義の戦いを支援しますということを毛沢東が言ったわけです。これは毛沢東は沖縄の復帰運動を支援していたということです。でまた別の資料では、この1月26日に、この、沖縄の日本の愛国反米運動を支持する表明をして、北京で100万人の支援大会を開催したという記事もあります。じゃあ沖縄の祖国復帰協議会と中国共産党がじゃあつながってたのかどうなのかということが問題になります。でここで、次のページめくっていただきまして、まあ、祖国復帰協議会はじゃあどういう運動を目標にしてたのかというのが、あります。これ祖国復帰協会の資料1800ページぐらいのこんな分厚い資料を何万円かでちょっと入手したんですが、毎年毎年大会を開いてその年その年の目標を設定をしております。60年の発足時、ものすごくシンプルで分かりやすい運動理論でした。どのようなことを言ってるかというと、復帰運動には難しい哲学はいらないと、私たちは日本人だから日本に帰りたいんだと、これが復帰運動の理論であるということを言っております。誰も文句言えないんですよね。ところが、10年弱経って1969年の沖縄祖国復帰協会の基本目標というのがあります。4つ目標を立てております。1つ目、対日平和条約3条の撤廃、これはサンフランシスコ講和条約の3条を撤廃すると、これは、この3条で信託統治になりましたのでこれを破棄すると、これは OK です。で2番目、日本国憲法の適用、これも当然文句は言えませんが、彼らが実は狙ってたのは日本の平和憲法を沖縄に適用したら米軍基地が撤去できると思って、この日本国憲法を沖縄にも適用するんだということを主張をしておりました。そして3番目4番目が本当の彼らの目標じゃないかなと、毛沢東が言ってたことと同じですね、軍事基地の撤去、日米安保条約の廃棄と、これが祖国復帰協議会の4大目標のうちの3番目4番目なんです。安保条約の廃棄、米軍基地の撤去、これは全く同じです。でまた別の論文でこの祖国復帰協議会の運動をしていた人が中国にも渡ったという情報がありました。これは東京大学名誉教授の石井明という先生の論文にあったんですが、この仲良し両親、団長が仲良し両親以下9名とありますが、沖縄返還協定も批准されちゃって、その翌年の1月21日、社会党1年生議員を含めて総評中立労連代表団とともに周恩来副主席に会ってるわけですね。で周恩来が何を言ったか、沖縄問題に関してはいわゆる沖縄返還協定はペテンであるが、しかしこれは返還の始まりと見ることができると、沖縄返還が戦いが終わったわけではなく、今回の沖縄返還を一つのステップにして沖縄人民の求める形の沖縄を取り戻す戦いはこれからも続くというようなことを言ったと。そして、ちょっと省略をしてこんなことを書いてありましたね。沖縄代表団は翌日1月22日沖縄の反米本土復帰闘争報告会に出席するのだがということを書いてあるわけです。復帰運動の人たちはなぜか報告を北京に報告しに行ってるんです。これが祖国復帰運動の実態ですよねということなんです。だから、
この祖国復帰協議会は安保闘争であり、この安保闘争の70年代、まあ、60年代はロシア、ソ連の方が深く関わってたかもしれませんが、70年安保に限ってはかなり毛沢東の運動が、毛沢東が沖縄で愛国反米運動を先導してたと。愛国反米運動ですね。その結果どういうことになったかというと、毎年沖縄では5月15日は反米集会の日になっちゃったわけです。毎年、5月15日はどんなことをやってるかというと、これ5月15日ですね。先ほど言いました、集会をやっている中で、沖縄処分なんとか抗議とやっておりましたが、それが戦後毎年5月15日は平和行進をやるわけです。毎年毎年本土から、何千人も動員をして、祖国復帰をした日は屈辱の日だよということをやっているわけです。この祖国復帰をした5月15日が屈辱の日だよというのは、これは中国に言わせれば沖縄県民は復帰を喜んでいないと、だから独立したいんだよと、だから私たちは支援してあげるよという口実に使われるわけです。だからこの5月15日に日の丸を上げて万歳をやるということがものすごくものすごく重要なことだというふうに思います。ですので今年の5月15日の、宜野湾市民会館でやった万歳三唱、これも動画がありますが、これを中国の方に本当もっともっと流さないといけないですね。これが今年の5月12日の、参加された皆さん多いと思うんですが、今まで の、 その琉球独立工作ですとか、沖縄復帰運動の流れとかを見ると、この5月15日に日の丸を上げるということがどれだけどれだけ大事かというのが、ご理解、実感できるんじゃないかなというふうに思います。沖縄県民が日の丸を上げないということはもう半分国に乗っ取られたのと同じぐらい危険なことだと本当に思います。知らないじゃあ日の丸屋だったら代わりにこれあげてってなんか言われかねないですよね。日本人だったら日本に、日本人であり続けたいんだったらやっぱり日の丸を上げると掲揚するということは本当に、大事なことだというふうに、思います。はい、じゃあもう、最後の方に、なりますが、じゃあ今後の、まあ、運動理論的な部分になりますけれども、今沖縄のメディア、これはかなり強力な、形になっております。まあ、これちょっと右側が赤になったんですが、この赤い勢力ですね、ここが沖縄ものすごく強いんですね。これここに反戦反基地運動の組織と、まあ、日教組織しろとありますが、おそらくここには品朝鮮のお金が多分流れてます。ここには流れてます。で、沖縄タイムス琉球新報、ここにももういろんな多分工作が流れてるんじゃないかと思います。この運動団体とメディアとあと政治家、この3つが結託をして沖縄県議会を乗っ取って知事を動かして国会を動かして、今何をやってるかというと、ここは黙ってても出てくるんですが、ここを弱体化する工作をやってるわけですね。あそこの起点としてこの赤い流れで、今先ほど言ったように中国は尖閣諸島をきっかけに沖縄の帰属問題までを言い出そうとしているにもかかわらず、米軍に関してはオスプレイ反対、自衛隊に対しては与那国の自衛隊配備を住民投票までちゃぶ台ひっくり返して巻き戻そうとしていると、ここを動かなくしているわけです。そしてここはどうぞいらっしゃいませってやってるわけです。数字ビザでどうぞいらっしゃい、こちら動くなよと、戦争を起こす米軍も自衛隊もいらないよと、
中国等でいらっしゃるときにバカなことをやっているわけですね。まさしく集団自殺状態です、向こうですね。じゃこれを止めるためには、これの沖縄県議会とか知事とかを逆に動かす運動がどうしても必要です。また今度8月8日とか17日とかいろんなことやりますが、県議会議員を動かして沖縄県知事がまともな判断ができるような戦い方をしないといけないと思っております。ただもう間に合わない場合があります。急がないといけない場合は、その時は本土の方からつながってここから国会を動かすという方法もあります。これが実は先ほどの沖縄返還協定が通らなくなった時に陳情団が来て国会から来て国会を動かしたわけですね。ここで強行採決をする大義名分が立ったわけです、国会の方は。ただ今回厳しいのはこの国会も今真っ赤化状態ですので、うちらが陳情したから分かりましてオスプレイ配備しましょうって素直に言ってくれる政権じゃないところが苦しいわけです。だからここは本土の方にも頑張ってもらって、早く一日でも早く解散総選挙をやってもらいながら、沖縄沖縄で保守の青い方の大同団結として、マスコミ、それからこの保守の政治家ももうなんか大量ない人ばっかりになっちゃって厳しいんですが、なんとか頑張らないといけないなと思っております。でマスコミの方なんですけれども、本当沖縄で自分たちの新しい新聞社を作るような、ことでもやらないといけないかなと思っております。ちなみに FM21 のテドコンさんってご存知ですかね、と、沖縄対策本部で近いうちの番組を1枠お金をちょっと払って、誰か毎週喋りたい方、沖縄県民に喋りたいという方の喋る電波を飛ばす場を設けるようにしましたので、そっちの方が動きますので、番組に出て私は一言喋りたいという方はどんどん番組にぜひ出てください。夜ですね、まだ時間いつが空いてるかって決まってないですが、夜の枠で9時から11時ぐらいまでの間の生放送で、また別の番組を、沖縄対策本部がスポンサーになった番組を作るという構想で、これは話いただいたんで、これはもうぜひということでちょっとお願いする方向で考えております。はい、であとはオスプレイの方が、かなり喫緊の課題でありまして、ちょっと短い時間も押してますが、短いオスプレイのニュースを、日本の方でオスプレイのニュース、ほとんど尖閣問題とつなげてないんですが、当の中国の方は、军运输直升机比鹰击的作战半径要远得多，可以在一个半小时之内将敌啊先进行三个月的试飞和安全检查，确定安全无。これ、アメリカの新しい沖縄に駐留している戦闘機の作戦半径は釣り魚島をカバーしているというニュースです。これ中国でちゃんと報道してるんですね。日本と沖縄だけではこれオスプレイの意味がさっぱり、危険だ危険だってバカみたいに。日本10月将在冲绳那霸市附近的普天舰基地部署12架 MV-22 鹰击轻转旋翼机，最终将部署24架 MV-22 鹰击。 MV-22 鹰击最大特色为采取轻转旋翼设计，可以把机翼的螺旋桨改角度至如直升机一样，像直升机一样垂直起飞和着陆，起飞后又可把螺旋桨变为一般定翼机，能像普通飞机一样高速飞行。目前部署在冲绳的运输直升机由海军陆战队的 CH-461 海骑士直升机，每架直升机运输的部队和装备数量与 MV-22 鹰击差不多，不过海骑士直升机作战半径。これが今の中型の CH-46 の作戦行動半径だと。これは日本の報道されているよりもちょっと大きいですね。日本で報道しているのは140キロと言いますが、宮古島まで届いているのでもうちょっと長く、ちょっとデータが違いますね。有限只有296公里，如果部署在冲绳基地，在没有空中加油的情况下，作战范围没法涵盖钓鱼岛，而部署 MV-22 鹰击后，作战半径将会大幅增至585公里，而且速まだまあ尖閣諸島までカバーをしますよと。日本の報道では700キロと言われて台北まで届いてるんですね。ちょっと中国の使ってるデータがどっから出たかわからないのでデータ違うんですが、
まあ、彼らが認識しているのは尖閣諸島までこのオスプレイは配備しているから中国にとってはまずいよということをちゃんと中国の方で報道しているわけです。日本だけですよね、意味の分からないことばっかり言っているのは、はい、という情報を沖縄県民に早くもっともっと流すような作戦が必要じゃないかなというふうに思って横断幕とか掲げています。昨日見たら行く坂も真っ二つにこう切られてましたね、はい、まだまだ負けずに頑張らないといけないかなと思っております。以上でちょっと私の、伝えるお話ですが、ご清聴ありがとうございました。何か質問とか喋りたいこととか何か、はい、感想でも何でも結構でございます、はい、自由発言でお願いいたします。あ、マイク持ってすいません、あの先ほどの下流士さんでしたなんか従業員になんか給料入らなくてどの子だって言ってましたけど、やっぱりこれですね、あの尖閣を守れとか日本の領土とかそういったものをですね、 T シャツをこういうのをプリントしたものを作ってですね、はいはいはい、で今度ビザなしところですか、で中国の観光客がいっぱい来るわけですから彼らにお土産として買ってもらって、あ、尖閣を守れっていうのをお土産で、うん、そう日本の領土の尖閣って書いて、まあ、中国のですね観光客の方に販売してこうやってやってもらうっていうのが一番よろしいんじゃないでしょうかね。はいはいはい、それ提案した方がいいような気がする、はい、誰かそういうあの販売の できる方いらっしゃったらいいですね。まず沖縄県知事に来てもらう。あ、先ほど言います。やはり沖縄ではマスコミ対策、これと戦っていかなければどうすることもできないと思うんですけど、昨日、インターネット見てたらあのローマ人日記の中で、留大の学生たちがあの 8月3日にあの広島集会かな、広島で集会で、はいはい、田上さんの講演会をネット中継やるというあれがありまして、やはりこの若い人たちもやはりいろんなところから情報を取って、活動し始めているなということで非常に心強く思ったんですけども、いやそういったところですね、あのもう人を頼るというんじゃなくて自分が何をやっているかということですね。私一番今いいあの戦略とっているのはあの後ろにいるあの板谷さん、はいはい、あの自分でですね自分の車上にあのスピーカーを乗っけてですね、どんどんあのオスプレイあの賛成の、県民大会ボイコットせよと、そのこの推進している那覇市長 那覇市役所周りをぐるぐる回ったり、また宜野湾市役所をぐるぐる回ったり、もう自分で動いてるんですよ。だからこれはもう同行政じゃなくて自分文言も自分で考えて、そして近いうちまたマスコミ批判も超えてやると、マスコミにこういかにこう変更報道があるかと、そういう感じでもう自分で思ったら本当動き出していく人たちが一人二人こう動いていく中で、そういったものにあの賛同する人も増えてくるんじゃないかと思ってるんだけど、声を上げられないこの空気があるね、この空気を突き破るのがですね、私が言ったやつの行動だと思うんですよ。だから一人立ち上げれば、あとは2人3名とどんどん出てくるんじゃないかと思って、私は大いに期待しながらまた自分でもやるということで一応決意しているところでありますけれども、私は名護を一応あの自分の行動範囲としていますので、名護市民を絶対このマスコミの洗脳から解き放してみせるという意気込みで一応やっていこうかなと思っております。一応あのマスコミ宣伝をどうするかということですね。これはやはり分かっている人は分かっていますので、そういった人の声が出やすいような雰囲気を作っていくというのが私たち このこれからの仕事じゃないかなと思いました、はい、以上ですね、はい、ありがとうございます。はい、板さん感想をどうぞ一言。崎山さんからこんな褒めていただいてですね、本当ありがとうございます。今後も頑張ります。それであの、まあ、
マスコミ対策どうするかということで、まあ、実はもう昨日改正やってましたところ、すぐ中村さんからですね、中止になると、延期になるという電話をいただいてですね、それで、まあ、急遽今やってるですね、あのボイコットの次何やるかということでね、それはもう皆さんからもマスコミ対策だよということで、あの手を吹き込んでもらってたんですよ。それでそれをですね、急遽切り替えて使いをしました。そのテープというの、その原稿の内容というのは有名なですね、ブログの有名な方にお願いしまして、800字から1000字でまとめていただいて、大した原稿料出ませんけどと言いました。了解していただいてですね、それで実にやっぱり鋭いですね、あの沖縄タイム、新報とですね、タイムス批判のあれが入ってまして、早速それをね、あの使って改善活動をやりました。で、今日あのお集まりの皆さんでですね、ぜひこれを言いたいんだというのがございましたらですね、これ800字からあの